地域を調べ、新聞を作ることを通じて自分たちの暮らしを知る飛び出せ学校。今回は宇佐市の院内北部小学校です。飛び出せ学校、院内北部小学校。宇佐市の院内町にある院内北部小学校。院内町の農産物の中でも特に盛んなのが柚子。水の恵み豊かな山あいにあるこの土地が柚子の栽培には最適だとされ、昔から自生してあった木を増やして栽培、今では西日本有数の生産量を誇ります。今回新聞を作るのは当時5年生だった18人。柚子の栽培や加工品、生産に対する思いなどを調べて新聞作りに挑戦します。まずは新聞作りのコツを教えてもらおう。大分合同新聞社宇佐支局にいた藤本翔平記者が取材の仕方や記事の書き方を教えてくれます。私が記者になって3年目で、宇佐支に来たのは今年の4月1日からになります。今日は皆さんが、どうやって新聞作っているのかっていう、記事の書き方とかまとめ方っていうのを一応教えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どういったことを県民の方に伝えたいっていうものがありますか？世界で売られている、串間農園の柚子の加工品とかそういうのをもうちょっと知りたいです。いろんなことに、興味を持ってもらうっていうのがすごい取っかかりで大事です。で、僕たちも一応広い視野で、いろんなことをこう考えながら聞いたりはするんですけども、話を聞いていてこれ面白いなっていう話っていうのが多分出てくると思います。そうなった時にどんどん深掘りっていうのが必要になってきます。ここを一番に伝えたいっていうのを結構探す作業っていうのが大事になってきますので、迷ったらまず自分が何を伝えたいのかっていうのをもう明確にしてください。もう一番核となっている結構重要な部分になります。いつ今日起きたのかな、昨日起きたのかな、どこで会ったの、誰が、主語ですね、何を、なぜ、どのように。で、深めるときに結構なぜっていうのが僕の中では結構重要になっています。さっきの深掘りっていうお話をしたんですけども、なんでこうなっているんだろうお話を聞いて、じゃあこれはこうなのかな、じゃあなんでそういうふうになっているのかなっていうふうなことになりますので、結構興味を持ってったらみんななぜなぜなぜっていう、ここの結構深掘りの部分になってくると思いますので、本当になんでっていうのを結構考えながら話を聞くといいかなと思います。普通は起承転結で結論を一番最後に書くんですけども、新聞はもうここを見て、このリードって言われるこの最初のこの部分を見て、大体何が書いてるか分かるっていうのが特徴になります。見出しとかもそうなんですけども、記事の場合はもうここ何を伝えたいかっていうのを考えながら書くと思うんですけども、この 5W1H っていう基本がありつつ、結論をこれにのっとって最初に書きます。私が一番大切だと思ったことは、最初と最後に必ず挨拶をすることと、相手の目を見てきちんと話を聞くことです。大切だったと思ったことは、分からないことがあったら、どんどん積極的に聞いていくということと、あともう一つは、5W1H という新聞を作るときに大切なことがあるということを学びました。初めて知ったことは、メモをするときに相手の方の目をしっかりと見てメモをすることです。新聞が読む人はもっと楽しめるような新聞を作っていきたいと思います。新聞を作るための第一歩、取材の仕方は分かったかな？次回、子どもたちは学校を飛び出して取材へと出かけます。